IPC IPC ワンワン動物園あ、みたいな。あ、あそこにもなんか、あ、アドベシアンがいますよ。はい、あ、来た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 、あしゃ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 、あ、来た来た、あ、いいかいいかいいか、あ、いいかいいか、あ、行っちゃった。あんまり相手にされないっていうね、この悲しい現実がありますけどね。あ、この子はでもそんなにね、そんなにあのガチガチに凝ってないって硬くない、柔らかいね。うん、若いんじゃないかな、まだ。よし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 、男前ですね、男前ですね。よしよし、じゃあね。わあ、みんないっぱい。はいはい。あーしよしよし、わあ、ちっちゃいちっちゃいちっちゃいで、背中結構硬いですよ。筋肉が締まってるよね、小型犬はね。ねえ、なんてかわいいね。ちっちゃいからもう連れて帰ろうかな。これ君も結構首硬いですね。これ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 、すごくすごくなんかね、筋肉質な体してますね。あ、もう柔らかくなってきました。首ってね、すぐ柔らかくなりますね、ワンちゃんのことね。皆さんもやってみていただくといいかもしれませんけど、こうちょっとね、つまんでこうやってあげるとね、いいんですよ、こうね。ほら気持ちいいでしょ、ほら、はい、気持ちいい、ほれほれほれ、ほらじっとしてる、ほら、ね、普通に撫でてもらうのも気持ちいいですけど、ちょっとこうね、マッサージ的なのを入れるとね、いいですよ。ほら、気持ちいいでしょ。ほら、ほら気持ちいい。ほら、よしよし。よしよしよし、こうね。でもこの子まだ子供ですね。はい、柔らかくなったよ。はい、オッケー。ほら、もう仲良し。マッサージで仲良しです。ほらほらほら。ほらほら、気持ちよそうでしょ、これ。本当に。見て。よしよしよし、ここ気持ちいいね、首ここね、ここ気持ちいいんだよね、凝ってるからね。よし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 、はいはいはい、これ分解光線やってますよ、今分解光線を。優しくソフトにね、優しくソフトに。あとこうね、こうしたいだとか。よしよし、もうほんとこうね、触られるのはね、ワンちゃん大好きですからね。はい、終わりですよ。はい、どうでした、気持ちよかったですか。そうですか、よかったですね。はい、じゃあね、バイバイ。ああ、結構張ってるね、張ってる張ってる、首が張ってるよ。ワンワンは結構首が張ってる子が多いのかな。あのね、ここ張ってますね、あなたね。どうですか、気持ちいいですか。うん、もこもこですね、毛が。うん、ここ張ってるね、君。あ、どうだい、首、これここですよ、ここ、ここ、これ、これ。あ、でももうすぐほぐれた。面白い面白い、すぐ柔らかくなる、ちょっとあのほぐれる感じが。こうやって犬の足見てみると面白いね、やっぱつま先立ちなんだよね、こういう風に、こういう風でしょ。骨格って面白いね、骨格って動物も人間もさ、そんなに違いないんだけど、やっぱ日本足の人間と四つ足の動物は違うよね。なんかさ、鳥もいるんだよね、なぜか。あ、ニャンニャンハウスもあるよ。でもニャンニャンの気配はないですけど、全然。威嚇してる。凛々しいね。首がね、みんな首が凝ってるね、なぜか。ねえ、何ですか、ストレス溜まってますか。ねえ、あなた凝ってますね。気持ちいい、気持ちいい、これ。ここ変わってんだよね、ここ、ここ。ここ、こうほぐしてあげるといい。ねえ、お前は。ちっちゃいな、お前は。チビ、おチビちゃん。はい。これ結構ここ張り感があるよ。クリプリクコリッコリッとしたのがあるの。一線二線がある。うん、面白いね、やっぱね。人間の体も犬の体も一緒だ。一線二線をね、ちゃんとほぐしてあげるわけです。こう、グランドライン理論を使って。気持ちいいでしょ？ん？君。どう？ちょっとね、ワンちゃんとの触れ合い広場的なとこがね、あるという噂なので、ちょっとそちらの方にね、行ってみたいと思っております。はい。いやいやいや、こんだけね、いっぱいね、ワンコちゃんがいるのもね、もうあまり見たことないんでね、結構なんかこう刺激的なこう日常というかですね、なかなか面白いですね、これ。はい、はい、よしよしよし。よし、触れ合い、触れ合い。なんかモテモテ。よしよしよし。かわいいね、この子。君かわいいね。君、ちょっと持って帰ろう、今日ね。はい、はい、目に行きましょう。よしね。ちょっと掘り口してあげましょうね。ちょっとこの子も凝ってますから、こうね。よしよしよし。よしよし。君何やってんの？君何してんの？君は。ああ。よしよし。ほら、もうお腹広げてますもん、これ。ほら。マッサージ効果で。こら！お前たちちょっとあっち行きなさい。よしよし。もう好きにしてポーズになっちゃいましたよ、この子も。ほら。
あーしよし。マッサージ、グルーミングマッサージですね。ワンちゃんに触れ合いが大事です。触れ合いがね、はい、はい、はい、そうですか。こう撫でてあげるのと同じようにこうね、こうちょっとほぐしをこう入れてあげるといいと思いますよ。どこをやるのかっていうのは、このね、背骨の脇ですね。背骨の脇のところ、背骨ずっとね、ワンコもありますから、この背骨の脇のところをこうね、ほぐしてあげるといいですね。こうね、グランドラインを取るようにね、こうやってあげると。筋肉の束感がありますので、そこをこうね、ほぐしてあげる。こうね、グッグッと。まあ若いね、この子まだ若いですから、もう老犬になってくると結構ね、筋肉もね、硬くなってきたりとかして、わあすごい。まあ縮んできたりするんですよね。あとほら、ここってさ、まだほら、地形がほら、ここなんかそうだけど、すごくデコボコしてるでしょ。だからね、こういうところでね、一日こう遊んでられるワンちゃんは、バランスを取ってるじゃないですか。骨盤もね、前足でも肩でも。だから、細かい筋肉使ってるんですよね、まだ。で、他の犬舎にいるワンちゃんたちは、もう下がね、全く真っ平らのコンクリートのとこで生活してるんで、こうバランス取る時がないんですよね。で、大型犬なんかなおさらもっとで、広いところをね、こう縦横無尽に歩いたり走ったりっていうのが彼らにとってもすごくいい運動なんですけど、それがまあできてないというか、させてもらえてないので、どうしてもこう腰に負担かかったりとかね、本来使いたい細かいこのね、絶妙なバランスをこういうね、こういう荒れた地形を歩いたり走ったりする時の絶妙なバランスを取るための筋肉が使われてないんで、やっぱそのね、肺陽性収縮って言って、使ってないがゆえにこう収縮、筋肉が収縮してしまって、こう硬くなってしまうというか、まあ退化していってしまうんですよね。で、結構大型犬とか腰悪くしたりだとか、まあしたりね、するんですよ。なんでかというと、体重が彼ら重たいからね。こういうちっちゃい子たちっていうのはまだいいんですよね。なんとかなる。で、まあ家の中でもピョンピョン跳ねたりとかね、いろいろこう歩き回れるんでいいんですけど、模倣型犬は特にね、やっぱ体がなまりやすいですよね。だからこそ本来はこういうフラッ、ああいうね、コンクリートのね、フラットな道じゃなくて、こういう荒れた道、自然界に近いところをこう、走ったり歩いたりするように。まあ、四つ足の動物は特にそうですよね。我々人間でもこういった荒れたところをね、バランスを取りながら、この腰盤のこう位置をこうね、腰位置をこう上げながらこう、行くわけですよ。こうやって自然と。だからそのままこういうね、荒れたところを歩こうと思って、フラットのとこみたいに行ったらこう、つまずくでしょ、ガッとね。だから膝をこう上げて、なおかつ左右のバランス、腰でバランスを取りながら、こういう風に自然にこう歩いてるんですね。上半身のバランスを取ってるんですけども、こうね。こう取ってるんですけども、やっぱ何もないというか、こう障害物のない道路、まあ歩道でもアスファルトで固められてますよね、今は。そういうところばかり歩いてると、やっぱワンちゃんがね、そういうところばかりじゃないですか、散歩するときも。なのでやっぱりね、ワンちゃんも運動不足なんですよね。だって人間よりももっと速く走りたいし、もっと長い距離をね、歩いたり走ったりしたいのに、もう本当都会のワンちゃんは飼い主さんのこのリードと、ね、飼い主さんからのこのね、ロープね、でリードでこう首輪をつけて同じペースでこう歩いてるでしょ。しかも、固く絡められたアスファルトの上ばかりは。だからどうしてもね、やっぱり運動 でやりきれてないんですよね。ね。なのでやっぱりね、飼い主さん、特に大型犬をね、飼ってるいらっしゃる飼い主さんは、そういうところで、ご自身が凝ってらっしゃったら、多分ワンちゃんも凝ってると思うんで、こうね、ほぐしのマッサージをしてあげるといいですね。ね。ね、ワンワンはね、こうやって首もこうね、いつもこう上げてますからね、やっぱ首も張ってますよね。あと首と背中とこの腰につながるこのラインをね、背骨を意識してこう2本指でこうなぞってあげるだけでもいいんですよ、こうやって。ほら、あー気持ちいいね。こうやってこうね、意識してこう、ちょっと強めにこう、押さえて、こう流してあげる感じ。これも気持ちいいですよね。首からずーっとね。手のひらでこうやって撫でてあげるのもいいですけど、ちょっと意識して指のね、力入れてこう、筋肉の筋の走行に対してこう、垂直にこう流してあげると、またなおさらいいと思いますよ。これが触れ合いになってね、もう人も動物もね、そうですけども、こうやって触れる機会。触れたその回数が多ければ多いほどね、仲良くなれると思いますんで、ワンちゃんマッサージね、ぜひやってみたらいかがでしょうか。